シュメール語は古代メソポタミアで使用された言語である。紀元前2600年の設計文字のシュメール文字が解読されたことにより、原始メール語の使用が確認された。時代が進むにつれ、アッカド語に押され、紀元前2000年頃に、シュメール人のウルダイ三王朝が滅亡し、セム語系アッカド語を話すアッカド王朝を経て、約200年後の紀元前1830年に、 セム語系、アムル語を話す、アムル人のバビロン第一王朝に派遣が移る頃に、皇語としては、死語となった。シュメール語の死語化については、軍事征服による虐殺や、言語の強制といった兆候は発見されていない。シュメール都市への移住者が、少数のうちは移民も、速やかにシュメール化されたが、ある時期から比較的短期間に、セム語民族が大量に流入し、 シュメール人が逆に吸収されてしまったものと推測されている。しかし、古代メソポタミア社会において宗教語、学者語として長く受け継がれ、ヨーロッパにおけるラテン語やインドにおけるサンスクリットに類似した地位を与えられた。シュメール語と同系統と考えられる言語は発見されておらず、孤立した言語とされる。シュメール語圏にはセム語を話す人々が混住していたが、 セム語との系統関係は認められない。近年エラム語とシュメール語の系統関係の存在を主張する者も,もいるが、立証されていない。母音調和が存在する公着語という点では、ウラル語族、アルタイ語族とも類似するが、シュメール語は、脳格言語、ウラルアルタイ書語は、対格言語という根本的相違がある。脳格言語で、公着語の言語は、バスク語やカフカス書語があり、 シュメール語はこれらに禁煙かもしれない。これを指示する説として、デネ効果指す大第五族がある。一般に降着語に分類されている。語順は、主語目的語同士の順序を取る SOV 型である。漢詞は存在しない。また脳格を持ち、同じ単語を連続させることで複数を表した。シュメール語の名詞は、外して一つまたは二つの音節の語根で、 構成されるが、一部三音節で構成される語根も存在する。文法性は人間とそれ以外を区別する優先性を持つ。前者は神や彫像なども人間性として含めるが、動物や植物は含めず、また後者は集合名詞も含める。形容詞やその他の就職語は名詞、または非就職語に構築される。例えば、 偉大な王という場合は、ルゲルマとなる。屈折は、ほとんど見られず、名詞や動詞へ説字をつなぎ合わせる膠着語的な性質が強い。典型的な説字や、就職後の順序は、名詞形容詞数詞属格区関係説、所有説字複数説字、その他の各説字である。例えば、ディグ i r g a r o g u n e r a は、神から、偉大な私の引く複数予覚であり、 全体的な意味は、我の偉大なる神々のすべてのためにとなる。所有節字複数節字その高く節字はかつては、設備時として扱われてきたが、最近では、前節後、または、高知詞とみなされている。複数節字は、人間性ではねであり、非人間性には、複数節字はつかない。しかし、形容詞ハイエー多数のや複数を表すコピュラ、メス、 名詞、または形容詞の重ね合わせなどによる表現も可能である。その他の格節字にはフェーズ、E、AK、人、R、タ A、タがある。これらの格節字に含まれない場所や時間を示したい場合は、続角区を用いる。認証代名詞は、それぞれ GE26E、ゼ e ニ e, e、A ねまたは E いいね、A、E いいねねであり、所有節字は、 それぞれから gu, ju, z n, b, ズネネ、ネネである。これらの設備時の多くは、開音節の名詞、すなわち母音で終わる名詞に接続する場合、しばしば母音脱落が発生する。シュメール語の定動詞は法を区別し、主語と目的語に数と性が一致する。一致によって、シュメール語は主語を必ずしも必要としない。例えば、私は、あの家へ行くという場合、 E23IB2I 順のように主語を書かない。また、この文は E23I3 順とも言え、また単に IB2I 順。私はあそこへ行くということもできる。シュメール語の動詞は過去と非過去の二つの時典、完了と不完了の二つの層を区別する。これらの区別はそれぞれ異なる活用型と、さらに多くの動詞では異なる語感を持つ。シュメール語が、 受動体や中間体を持っていたかについては、専門家の間では意見が分かれている。動詞の語根は、ほとんどが単音節語根であり、様々な節字と結びついて、いわゆる動詞の鎖を形成する。低動詞は、節頭字と接尾字両方を持つ。一方、準動詞は、接頭時はつかず、接尾時のみを持つ。接頭時は大まかに、情報接頭時、活用接頭時、 プロモーショナルディメンショナルプレフィックスの3つに分けることができる。シュメール語が使用されていた時代にはもっぱら設計文字で表記された。最も古い文書の中にはまだくさび型の形態を取らない絵文字で表記されたものも存在する。現代では研究を容易にするためにアルファベットを用いて本字がなされる。ただし、シュメール語では同音異義語が多く存在するため、 アルファベット表記にした際に判別が困難になる問題があり、数字を付加することで対応している。母語、国語は言語の意はネイティブの意。少なくとも、ウルク文化機にウルク古説文字の使用が確認されており、設計文字の先祖と見られている。解読が進めば筆記された最古の言語の一つとなる。マクニール 薬病と世界史ハットカウセン、エルンスト、2006、スーマーシャシュプロカ、PQ、ゾーリオミー、ゴブは、1993、ボイストピケラゼーションインスメリアン、PHD ディサーテーションハットエビー・ジョンソン、ケール、2004、インザ・アイ・オブザベ・ホールダー、クアンテ・ファクシャネル、プラグマティックアスペドシュール・フィーチャーズ・オブザビー、バーバル・フォーメーション・インスメリアン、ディサーテーション、 UCLA ロサンゼルスアーカイブド2013年6月22日アットザウェイバックマシンありがとうございます